キンプリキング、リンチェプリンス、シングルでこれからも聴きたい曲はどれどれ ?3 曲を紹介。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2018年のデビュー以来、多くのファンを虜にしてきた5人組男性アイドルグループ、キング、リンチェプリンス。キンプリの愛称でお馴染みですよ。 2023年5月23日からは新体制での再スタートが予定されています。そこで今回はシングル曲の中から編集部がピックアップした3曲を紹介します。マルシンデレラガール、シンデレラガールは2018年5月23日に発売されたデビューシングルです。平野志耀さんが主演したドラマ 花のチャレから花男ネクストシーズンからの主題歌に起用されました。初0 5 7 7万枚を売り上げ、2018年6月4日付、オリコン週間シングルランキングで初登場1位を記録しています。内容は、恋する相手に向けて何歳になっても守り続けると誓う王道のラブソングです。 この曲でキンプリのファンになったという人も多いのではないでしょうか。マル・マジック・タッチ、マジック・タッチは2021年5月19日に発売された7枚目のシングル曲です。ビーティン・ツホーツとの両 A メインシングルでテーマはダンス。初週46.4万枚を売り上げ、2021年5月25日付、オリコン週間シングルランキング。 で、初登場1位を獲得しました。歌詞は前編英語で構成された軽快なヒックスホップナンバーです。振り付けを担当したのは、ヒックスホップの世界的な大会で優勝経験を持つダンサーのメルビン・ティム・ティムさん。メンバーの技術が光るダンスパフォーマンスによって、ぜひ生で聴いてみたいと思わせる一曲です。 丸月読み、月読みは2022年11月9日に発売された11枚目のシングル曲であり、彩りが両英面として収録されています。月読みは平野志陽さんが主演するドラマ、クロサギの主題歌に起用されました。2022年11月18日付、オリコン週間シングルランキング。 で、879.2万枚の売り上げを記録し、初登場1位を獲得。累計では金プリ発となるミリオンを達成しました。嘘をコンセプトとしたアップテンポな曲で高難易度のダンスも必見です。冬休憩地位23。